運氷は、猫か運氷属に分類される、食肉類。本種のみで、運氷属を構成する。別名高さ5票、台湾トラ。インド北東部、インドネシア、タイ、中華人民共和国南部、ネパール東部、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス体長62から107センチメートル。お五55から90センチメートル。体重16から23キログラム。 頭部は大型で細長い。猛威はアンハ灰色や高褐色で、体側面に黒い縁取りのある不定形な脳色の斑紋と黒い斑点や縞が入る。和名は雲状の斑紋に由来する。次回の後方は黒い体毛で覆われ、白い斑点が入る。次回は丸みを帯びる。交際は高褐色。花面は頑丈で、幅広く顎が発達する。剣士は 非常に大型。第一小球種は小型で、第一小球種がない個体もいる。種は短く、足の裏は幅広い。猫族と氷族の中間的な種だと考えられている。標高2000から3000メートルにある森林に生息する。樹状性、夜行性。群れは形成せず単独で生活する。植生は動物食で、小型哺乳類、鳥類。 蛇などを食べるが、イノシシやシカを食べることもある。樹上で獲物を襲ったり、樹上から地表を通りかかった獲物を襲うこともある。繁殖形態は耐性。妊娠期間は86から95日。軌道に幼獣を産み、飼育下では1回に1から5頭の幼獣を産んだ例がある。授乳期間は5ヶ月。生後26ヶ月で、生成熟する。開発による、 生息地の破壊、毛皮や、牙目的、漢方薬用、ペット用、動物園での飼育用などの乱獲などにより、生息数は減少している。台湾や海南島の個体群は絶滅したと考えられている。日本国内では1983年に、野毛山動物園が初めて飼育過繁殖に成功した。ありがとうございます。